日が昇る。あらゆる生き物が目覚め活動を始める。光、空気、土、そして水のあるところで生物は生きている。その生存権と生き物とを結びつけているのはまさしく水である。動物であれ植物であれ、生きとし生けるもの、水なしでは生きられない。自然は何人にも多くの恵みを与えてきた。雨が降る。森の木の葉や枝に遮られ水滴となる。また木の幹を伝って土の中に吸収されていく。こうして水は地下を流れ小川となり、そして川となる。川は太古の昔から今に至るまで人々の暮らしに深く関わってきたのである。日向市の南部を流れる清流耳川、宮崎県下でも最大級の大河である。熊本と宮崎の県境である椎葉山中の不動の村間の3カ所にその源流がある。上流から河口までの河口岩質の岩山を鋭く刻み、25の支流を持つ耳川はおよそ100キロのV 字型の渓谷を流れ下る。そして日向灘へと注いでいる。遥か昔、人々がこの地に住み始め、鬱蒼とした原始の山々に抱かれ狩猟採集を送っていた頃、人々に恵みをもたらしてくれたのは森や川や海であり、そこには神々が宿っていた。豊かな自然に育まれた耳川にまつわる伝説や歴史、文化はこの美しい流れと時の渦巻く淵の中から生まれ、神への感謝とともに今に受け継がれてきたに違いない。透明な水をたたえ懐深い入江状の地形を持つ耳川の河口に開けた港町耳津。ここには今から2000数百年前の神武天皇御当選の港としての伝説が伝わる。神武帝の後を継がれたのは神布那川耳の命である。他の3人の王子にも皆耳という名がついている。もちろん耳とは大変美しいという意味であるが、耳津の地名や耳川の名の由来は神武天皇と深い関係があることがわかる。古くから海の交易の拠点として歴史を刻み、廃藩置県後に耳津県として栄えてきた耳津。ここは耳川と雄鈴山の2つの経済圏を控えていた。耳川流域は年間降雨量が2000ミリから3000ミリといった全国的にもまれな雨の多いところ。雨のもたらす豊かな水量は文字通り川の道となって流域の村々をつないだ。上流の入り郷地域と耳津を結ぶ経済文化交流の動脈として重要な役割を果たしてきた。
現在の東郷、西郷、南郷、北郷、諸塚、シーバで生産された木材や木炭、椎茸、お茶などの林産物がかつて高瀬舟やいかだ流しによって耳川を下り、耳津の港に集められた。人々は流通の要として清流耳川に委ねたのである。産物の少ない山あいの村々は重くかさばる木材を炭に焼くことでようやく村の外へ持ち出し、貴重な外貨を得ることができた。半世時代から日向木炭として関西地方の冬を温めた良質の木炭は耳津から運ばれ、その名を轟かせていた。これらの産物は1週間で戦国船への積み荷を終えると、必ず朝の満潮時に関西方面へ向け出港したという。帰りの船には生活必需品や美術品などがもたらされ、上方文化の影響がうかがえるようになる。それは商家の屋号、大宮、大阪屋、伊勢屋、河内屋など関西から中国地方の国名を名乗ったものが多く、活発な交流の一端を物語っている。当時700石以下の船20隻余りが係留し、これ以上の大船の年間出入り数は240から250隻に達したという。人と物が集まり、往来を重ね、文化が栄える。その繁栄を耳津宣言と謳われた耳津の町並みが港町として成立するのは江戸時代初期の元禄の頃からで、当時は高鍋藩に属し、藩主秋月氏の参勤交代の行列もこの港を利用した。そして最も活気に富み栄えたのは江戸時代から明治時代にかけて。耳津には今もなおこの時代の建造物が数多く残され、港町としての優れた歴史的景観を見せてくれる。武士階級の通りである上町、町家が集まる中町、住宅地である下町と3つに町割りがなされ、それぞれに特徴のある町並みを形成している。上町には江戸時代の妻入り大壁作りや明治時代の平入り大壁作りなどの様式を持つ建物が並ぶ。中町の町屋通りには主に江戸時代の妻入り平入り大壁作りの多くの海鮮問屋が軒を連ねていた。最も海に近い下町は戦国船の乗組員や漁師などが住む住居として建てられた明治時代の妻入りの建物が並んでいる。また3つの通りをつなぐように東西に平行に作られた突き抜けと呼ばれる路地も家々が密集している耳津ならではの特徴。これは火災による延焼を防ぐための防火対策である。大正時代に入り、日方本線の開通に伴い海の交易ルートが衰退して以降、町は主に住宅地となっているが、面影を伝える町並みはほぼ昔のままに残されている。この町並みを文化遺産として後世に伝えようと、昭和61年国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、歴史と伝統を大切にした町づくりが進められている。歌人和歌山牧水は歌集「みなかみ」の中で、私の大好きな耳津という古い港
などと呼んでいる。耳川上流の東郷町坪屋で生まれ、幼い頃初めて耳津で海を見たからである。その鮮烈な印象は生涯の伴侶となり、海に関わる作品を多く残している。耳川もまた牧水と切り離せぬ奥深い影響を与えていた。暖かき冬の朝かな薄板の細長き船に耳川下る。日向灘を望み耳津を見下ろす耳川河口にある権現崎には牧水花碑が建てられている。この一帯は樹齢数百年という椎の原生林に覆われた全国でも珍しい植生を示し、ほとんど手つかずのままの自然が息づいている。九州山脈を東西に蛇行する深い渓谷と四季の香りに包まれた素晴らしい景観で魅了し、原生の森をも育んできた耳川。ここはかつての古戦場としても今なお秘められた足跡を残している。今でも川の両岸には激戦を物語る土塁や石を積み上げた防御塁などが